チャオ、あっちゃんです。今日9月の15日土曜日、あっちゃん家のお昼ご飯、昨日のおでんにうどん入れます。はい、おでんの具ね、子供が全部食べてしまうな。だからここにうどんを入れるんだけど、残り物ね、全部ダッと入れてしまおう。豚さん1枚しかないな。いや、残ってる豚さん入れましょう。で、揚げさんも入れてしまおう。へい。刺しておきましょう。こっちも入れといたら、取らさせろ。ネギだったからネギがないんだな。ネギないからね、まだ。揚げさんたっぷり入れよう。で、うどん。もう温まってきたら、入れましょう。こういうね、おでんとかにはあんまりね、高級なさぬきうどん、しこしこなさぬきうどんよりもこういうね、やっこいうどんの方があっちゃんは好きやね、すき焼きとかね、こういう鍋とかのうどんはあんまりさぬきのしこしこというよりもこういうね、ゆるゆる系、やっこい系、コシのない系だったりするよね。うどん3玉入れましょう。
味は美味しい。おでんのつゆは美味しいね。万能やね。なんか具少ないな。はい、うどんできました。では食べましょう。はい、ではいただきます。お餅の入った力うどん。なんでお餅が入った力うどんっていうのか知らんねんけど、力うどん、うん、っていうらしいね。おでんのつゆのうどん、これ美味しいね。あ、優しい味が、優しい。お揚げさんが美味しいね。ネギがと。もちからって意味。なんでやん。お餅。ネギやったら最高やけどな。ネギやないから。あ、美味しい。なんかね、ゆるい、ゆるい土曜日を過ごせそう。
ん？分かりへんの？自分で入れよ。うどんぐらい自分で入れやん。もう行きたい今日今から？明日か明後日。いいよ、ついたるよ。ちくわぶはないわ。お肉あるで、はい。まだゲーセンばっかりやな。どこのゲーセン？スイン。またスイングの？スイングちっちゃい。うん、なん？網パラ。カピバラ？カピバラね。行くの？朝、昼、夜？また町飯や？いいけど。友達は？分からへん。もうちょっと揚げさん美味しいわ。もち巾着みたい。美味しいわ。うどん。あー、つゆ。よいしょ。ん？入れんの？あおあお。自分でいいやん。優しい、おいしい味。卵食べよう。卵に絡めてね。うん、おいしい。ちょっとトリュフソルトの香りを入れてみたら、やば、トリュフソルトめっちゃおいしい。一つまみ入れてみ、やばい。これは美味しいよ。いく？うどん入れてから方がいいよ。それすると一つまみ、ほんま一つまみな。入れすぎたらしょっぱくなるから。うん、やけ出すのに、ね、美味しい。キュッとしたつまみね。出しといてな。蓋はふぐしといて、匂い飛んじゃうから。ん？変わらんちゃう。どんだけやん。ずっと黄身の味、半熟卵に絶対トリュフソルト合うわ。自分で入れない。中いっぱいなってきた。最後ちょっとしたかったことがあんねん。お餅にトリュフソルト
味噌味ですね。やばっ。あのね、もちにトリュフソルトすんごい美味しい。はいです。はい、ということで、黒のはっちゃんののりのご飯、おでんの残っただしにうどんを入れて食べました。美味しかったです。はい、ということで、ごちそうさまでした。今日のはっちゃん家のお昼ご飯、おでんのリメイク、うどん、よかったよと思ってくれたら高評価、応援コメント、チャンネル登録して、これから見てくれたら嬉しいです。ではまたね。バイバイ。暑いね。